さあでは行きましょう。鈴木です。さあついに乗れる時が来たと思われます。はやぶさ、はやぶさはもう出ましたよ。朝風来たかい？朝風ならもうすぐ出ますよ。来たー。え、個室 A 寝台、え、先に予約、あ、ちょうどキャンセルがあったので空いております。どうぞ。よかったよかったよかった、よかったよかった。行きましょう。朝風に搭乗。こんな感じなんや。寝台特急朝風のコンパートメントです。うわー、寝台特急って乗ったことないから乗ってみたいな。すげー乗ってみたい。え、ここか。事件とは関係ない。指紋とかってもう終わってるよな。ドアです。井村の死体が発見された時ドアには鍵がかかっていたらしいが、自殺でないとすると犯人はどうして。ん、これは何。え、あー、この鍵は掛け金を下ろすだけでドアをロックできる。掛け金を半分上に上げておいてドアを外からドアを閉めるとカチャンと降りるってことか。あっつ、速攻でこれ即判明。ドアが閉まる反動で掛け金が降りて鍵がかかる。なるほど、これなら簡単に密室が作れる。まあ、つまりこうふわふわってギリギリにしておいてガンって勢いで閉めたらガチャッとかかってしまうってことですね。はい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 。おそらく明日の広島での調査で何か手がかりが得られるだろう。今日はゆっくり休むとしよう。うわ、来た。いやー来た、何これちょっと中間地点や。亀井刑事を乗せた寝台特急朝風は夜の闇に吸い込まれるように西へ向かって走っていった。ユタ、ユタじゃない、広島に向かったの。ユタには向かってない全然。ユタ、さあ行こう。ゆっくり走ろう。広島県警、あたり警官の姿が見えます。ちょっと、まあ、まず先に調べるか。ああ違う、聞く事件のこと。あのすいません、私警視庁の亀井ですが。いや、もうちょっと中で喋れよ。はっ、ご苦労様です。お待ちしておりました。中で安藤主任がお待ちです。安藤だ、安藤だと。中へ入る。うーわ、犯人、犯人やでこれ。広島県警捜査2課。いや、お待ちしておりました。私が安藤です。もうなんかバーのマスターみたい。よろしくお願いします。はい、麻雀強そうやな。広島のこと、早速ですが5年前の汚職事件のことをお聞かせ願いたいんですが。ええ、十津川警部から連絡をいただいておりましたから資料を整理しておきました。私が担当した事件でしたね。あの事件は広島市の土木課と建築業者との間で起きた汚職事件でした。ほう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 、なるほど。市役所の土木課かと建築業者との間で起きた汚職。いや、告訴はできませんでしたが、厳密に言うと事件とも言えないぐらいの感じ、疑惑みたいな感じかな。とにかくあと一歩で土木課総ぐるみの汚職を暴き、おまけに市議会議員まで逮捕できるところまで来た。市議会議員、疑惑の市議会議員がいたということですね。まあ名前は知ってますけど、あえてここは伏せましょう。ところまで一旦遠いわけか、次々と重要な証人が殺され、最悪や。とうとう証拠不十分で不起訴になりました。ありそう。私の調べでは証人を殺したのは暴力団関係のチンピラ、来ました、矢頭組ですね。しかし誰かが指図したのです。そうやね、まあまあその一人にこうなすりつけてというか、そういうことですね。井村聞いていきましょう。あの事件の後もその探偵が被害者の依頼で事件を調べてましたよ。一旦は諦めたようですが、最近また調べていたということは東京で何か証拠でも掴んだんでしょうかね。なるほど、その番内があの事件の黒幕だったようです。おお、そうやね、もういや分かってんねん。だからもう完全にグレーというか、もうほぼ黒やったけど捕まえられなかったということですよね。今は代議士に収まってますが、かなりあくどいやつですよと。さあ、そして中郷、この当時から知ってるはず。あの弁護士は当時広島で市会議員だった番内に資金援助を受けて事務所を開業。その関係で番内に容疑がかかった時、証拠潰しに動いたものと思われます。やつには気をつけてください。すげえな、ここまで分かってんねん。ここまで分かっててこうそれでも捕まえられないということがあるんですよね。さあ、ちょっともう一周だけセリフ読んどきます。一応井村は何かこう諦めかけてたけど、諦めかけたその時お前嬉しそうに届けてくれた、
ギフト、ギフト、大事な宝物ということで、まあ、何かしらに気づいた、そしてまた調べ直したということですね。さあ外へ出る広島県警です。安藤主任の位置ください。これ以上はないか、これ以上はなさそうか、これ以上なさそうですね。よし、では西本を呼び出す。西本、十津川警部がいます。 N プロ、さあ今みんな出かけちゃって誰もいないんですが、え、警察の方ですか、何か聞きたいのよ、いろいろ聞きたいのよ。さあ知りませんが、岡田さんと一緒だと思います。岡田のことが気になるね、かなり。今ちょっと出かけておりますが、岡田がかなり気に、あ、この人なら 2,3 回ここへ来ましたよ。お、マジか。あ、この人加藤って言うんですか、来たんや。来たけど門前払いをしたということかな。あの人明美さんに合わせろってかなりしつこく粘ってたんですけど、なんか柄が悪そうだから岡田さんが合わせなかったんですと。自分では明美さんの恋人だって言ってましたけど、もし本当だったら大変なイメージダウンになりますから。それにあの人明美さんと一緒に写した写真を見せて岡田さんを脅してましたわ。なんかヤクザみたいな人でしたよ。ここまで知ってんねや。あ、岡田さん帰ってこられました。来た。岡田キリッとしてんなこいつ。何、歌舞伎役者みたいな顔してる。あ、刑事さん昨日はどうも。どうも。ここで見ると待って、一段キリッとな髪型もトシちゃんみたいな。まあ、聞いていくか。さあ知りませんね。いや知らんわけないや、知らんわけないですやん。この顔に見覚えはありませんか。正直に答えてくださいよ。彼は加藤武史18歳、明美さんの友達です。そう言われればなんとなく見たことがあるような。あ、ニュースで見ましたよ、確か殺されたとか。うわ、バックレとんな、バックレとんな、これ完全に。加藤は何回かこの事務所へ来ているんです。知らないはずはないでしょう。あ、 いえ思い出しました、確か 2,3 回会ったことがあります。しかしそれがどうかしたんですか。どうかしたもこうかしたも隠してることが怪しいやろうが、その加藤という男はチンピラでしょ。どうせ喧嘩でもして殺されたんじゃないんですか。なんか知っとるかこいつ。明美はマンションに帰ってます。渋谷のプリンスマンションですよ。でも彼女をあまり刺激しないでくださいよ。さあ知りませんね、ダイモンのことは知らない。もう勘弁してくださいよ。ちょっと待って、これここって出てるってことは、こ、岡田の指紋を取っとくってことか。これかな、入り口のドアです。指紋取らへん、どっか岡田の指紋を。マネージャーの岡田です。かなり仕事もできそうなタイプです。まあ確かにね、やり手な雰囲気はある。この写真を見せたとき、岡田は写真を手に取ってみた。ということはこの写真には彼の指紋がついている。来た。よっしゃ。西本は写真から岡田の指紋と、ちっちゃ、また岡田の指紋ちっちゃい。これは大事ですね。捜査一課渋谷、渋谷行きましょう。よし、明美の部屋の前です。プリンスマンション、ピンクですね。またピンクやね。まずは調べていきましょうか。インターホン、西本はインターホンを押した。しかし応答はありません。ここは事件とは関係ないようです。メーターが動いてて中にいるんだろっていうパターンではないってことだよね。覗いても中は見えません。指紋だけでも取るか。また鍵がかかっています。ノブのところから指紋を、指紋採取無理か、無理か。捜査一課戻りますか。警視庁捜査一課です。十津川警部がいます。報告しよう。西本君、事件の方はどうだった。とりあえず報告します。西本は調査の結果を報告した。もう少し調べてみてくれないか。まだ行ってこいってか。渋谷、明美の部屋の前です。もう一度調べます。帰ってきてる可能性はあるからな。インターホンした、音ない。もう一発、そん
だこういうことではフラグ立たんやろな。しかし応答はありません。N プロでやはりもう少し話を聞く感じかね。 N プロダクションの事務所です。入り口のドアです。もう勘弁してくださいよ。アケミ、アケミはマンションに帰ってます。渋谷のプリンスマンションです。帰ってるはずなのに帰ってないのよな。帰ってるはずなのに帰ってないんですよね。もう勘弁してくださいよ。何かやはり調べていった方がいいのかね。これディスクプレイヤーです。結構可愛い顔をしています。ビデオデッキです。何も発生しそうにないな。絶対おるはずやねんけどな。ダメか。人変えますか。じゃあカメさんの方で行きますか。怖いな、またここにいたんかよ。怖い。多分変わらないと思いますけどね。変わらんな。やっぱこのまずこの事件、2つの事件とのこのつながりをね、とりあえず知りたいんですけどね。こっち関係なさそうやな。こっち関係なさそう。やっぱここで調べまくるしかないかな。床事件とは関係ない。あかんな。ちょっとおっさん無理やで。事件の方はどうだった。おっちゃん全然無理やね。動かへんで。おっちゃんもう少し調べてみてくれないかとしか言いよらへんしな。これもね、次どこに行こうって話なんですよね。もう少しあ、来た、よかった。あ、中郷の実家が富士見町にあったんですが、当時のことをお調べになるなら行かれてみてはい。よっしゃよっしゃ、来た、中郷の実家や。来ました、中郷の実家が富士見町にある。広島での汚職事件について、黒幕は番内であり、その証拠をもみ消したのが中郷だと思われる。結局証拠不十分であった。で、実行犯はチンピラ、どこかのヤクザの、組のものと、おそらく矢頭組に関係してるんだろうと思いますけど、それは、またこの時点ではわからない。では行きましょう。外へ出る。よかった、フラグ立った、立ってた。富士見町、こんなとこ。福ちゃん、お好み焼き、もっと褒めてほしい。お好み焼き屋さん、調べていきましょうか。広島名物のお好み焼き屋さんがあります。ここでだいたい大将かおばちゃんに聞くんちゃう。ああ、ここのあの番内さんですか。今は代議士やっとりなさると聞いたが。有名なんやな、やっぱり。中郷さんは東京へ行ったちゅうことですが、なんじゃったらそこのお好み焼き屋で聞いてみたらどうかの。そこの大将は渡辺中で、中郷さんとは同級生じゃったらしいが。ドンピシャやんけ、当たってるやんけ。よし、お好み焼き入って、渡辺さん、鍋さん、わー、大正感あるな。大正感ある、居酒屋の大正感がすごい。この乳首あたりしてる。良い体です。どこがやねん。お好み焼き屋にしておくのはもったいないような体です。デブ性やないか、ただの。どこがやねん。おたふくソースです。これは何、事件とは関係ないようです。美味しそうなお好み焼きです。あんま美味しそうじゃないけどな。のれんですよね、のれん。これはおたふくソースかな。なんであの右手が腹立つな。なんであこれ右手置くねん。井村のこと、誰ですかいの。井村は知らない。中郷は知ってるでしょ。中郷かいな。高校の時同じクラスやったが、あまりよう知らんの。とにかく頭は良かったけん。競争心の強いやつでの、人を押しのけてでも出世するっちゅうタイプですわ。
そういやちょっと前にも中郷のことを聞きに来た人がおりましたな。井村やろ。それは井村でしょ。誰やそれは。今は東京に住んどると聞いておりますが、それは誰やねん。誰ですかいの。写真見せるか。この人に見覚えありませんか。よく見てください。ああその人ですわ。来た。1ヶ月ほど前に来て、あんまりしつこく中郷のことを聞くんでこっちも腹が立っての。それなら高校へ行って担任の先生にでも聞いてくれって言ってやったんですわ。どっちの写真を見せたんやろこれ。加藤じゃないよな、まさか。これは加藤じゃないっすよね。これ井村の写真見せてますよね、おそらく。これどっちかどっちかわからんようになるな。とりあえず高校担任のこと。わしらの担任は南先生中で、ええ先生やったぞ。今でも学校におりますわ。そうなんや。うちの高校は瀬戸高校言うてこの先にありますわ。じゃあとりあえず行ってくるわ。瀬戸高校行ってくるわ。瀬戸高校へ移動だ。瀬戸高校の前です。用務員のおじさんがいます。とりあえず聞きましょう。知るわけないやろ。知るわけない井村のこと。まあまあ一応ね、一応ね。さあそんな人はここにはおりませんが、南先生のことを確認すると、先生に用事じゃったら授業が終わるまで待ってくださらんかの。授業が終わるまで待ってくださらんかの。人変える。待つっていうタイミングで人変えるパターンが多いですよね。石本君事件の方はどうだった。ちょっと待って、これで渋谷行ったら帰ってきてるパターンかもしれませんのような気がします。来い。あー来た。よっしゃ、あけみちゃん。はい、どなたですか。あ、昨日の刑事さん。どうぞお入りください。すぐ入らせる、すぐ入らせてくれる。アイドルやのに出たー。部屋エチック。え、ちょっと待ってください。ちょっとノーブラですか。あれ誘とんな。嘘やろ。刑事さん、たけし君のことで何か分かる。いや、もう頭に入らないです、この会話が。ちょっと待って。これは、嘘やろ。言うてもうてる。ノーブラです。気づいてた。西本もメガネ気づいてた、これ。あら、刑事さん、そんなに見つめないで。いや、見るでしょ。いや、見るよ。ツンツン。やだ、刑事さん。何考えてるのよ。あ、いや、つい手が出てしまった。いや、もう犯罪やぞ。犯罪、犯罪。ええ加減にせんか。怒られた。あかん。めっちゃ怒られた。怖っ。やめとこ。捕まる。さあではいろいろ調べていきましょう。ドアの向こうはシャワールームです。どっかで指紋取れませんかね。どっかに指紋がついてるはずなんですよ。ここかな。あかん。怒られた。指紋はなさそう。広森明美のポスターではありません。よし、じゃあ一通り茶番は終わりましたので話聞いていきましょう。私も彼とゆっくり会いたかったんです。でもマネージャーがもういいんです。私の選んだ道ですから。たけし君とのことはいい思い出として胸にしまっておきます。強いね、強い女だ。とてもいい人ですが、あまり仕事に熱心なので時々怖くなることがあるんです。まあね、かなり仕事熱心ですね。で、岡田がこの手を出しとるということの感じではないですよね。これだけか。ノーブラという情報しかないのか。情報が少ないな。えらい情報が少ないな。こんなもんしかないのか。家ではノーブラという情報しかないっすね。あー気持ちよかった。さあでは捜査一回戻りますか。十津川警部、あのことは報告せん方がいいな。最悪懲戒処分になる。
もう少し調べてみてくれないか。あー、まだですか。まだっすね。 N プロに戻る。もう勘弁してくださいよ。あかんな。時間が経ってるパターンかもしれないですね。瀬戸高校の前です。南先生を確認しましょう。先生に用事だったら授業が終わるまで待ってくださらんかの。まだか、まだか。時間を過ごさないとダメなので、どこで喋るかな。ここはもう関係なさそうですけどね。まだっぽいよな。やっぱ多分西本やな。まだ多分西本が終わってないパターンだと思いますので、もうちょっと西本掘っていきたいと思います。では見ていただいてありがとうございました。